はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、リナです。今日はですね、まあ、オフという感じでまた、こんな感じの、格好なんですけど、今日は2月の、この動画撮ってるのが2月の13日なんですけど、昨日の夜にですね、母親からなんですけど、バレンタインデーの、チョコをもらいました。でね、多分この動画アップしてる頃には多分3月になってるかもしれないんですけど、まあ動画撮ってるのは、バレンタインデーより1日前の2月の、13日です。はい、ということでね、この前、まあ、父親の、チョコレートを買いに、めっちゃ髪の毛が髪の毛がすごいことになってる。まあ、とりあえず整いながら話そうかなと思います。父親の、バレンタインの、チョコを買いに行った時に、まあそんなに高いものじゃなかったら買ってあげるよって言ってくれて、で、せっかく買ってもらうので、まあね、なんか本当に自分がいいやつ、いいと思ったやつがいいなと思って、それを買ってもらって昨日、もらいました。はい、それがこちらです。じゃん。はい、結構ね、可愛らしいなと思って、最初見た時から大きい缶とこのちっちゃい缶があったんですけど、大きい缶の方は結構高かったので、この小さい方にしました。はい、これがですね、まあ、600円くらいですね。はい、まあ普通にお菓子買うって考えたら600円でもね、結構ね、高いですよね。はい、まあでもバレンタインデーって考えれば、まあ600円はそうでもないのかなと思ったりもします。はい、でね、この見た目、缶の見た目にすごい、こうなんて言うんですかね、惚れてしまって、これ部屋に置いたら可愛いんじゃないかなと思って、チョコレートよりかはもうこの缶に、この缶が欲しいなって思っちゃって、これにしました。で、まあ、後ろにね、いろいろ書いてあるんですけど、いちごのホワイトチョコレートって書いてあります。はい、でね、中はね、さっきというか昨日の夜見たんですけど、はい、こんな感じになって、で、匂いがすごい、いちごの匂いがしていい匂いがします。で、こういう風にね、クマの、こっちの方が見やすいですね。いちごと、なんだろうな、ホワイトチョコレートの、いちごのチョコレートとホワイトチョコレートのね、クマの、形をしたチョコレートまでついています。多分これが結構凝ってんのかなって思ったりもします。2つしか入ってないので。で、これですね、あとこれが入っております。中が、まあ、ちょっと食べてみますね。硬い。うん、中にチョコレートじゃなくていちごが入ってます。ホワイトチョコレートの中に、いちごが入ってるっていう感じですね。美味しいです。はい、ということでね、これは今食べちゃいますあ、多分これは多分皆さんが想像してる通りの味だと思いますし、まあ今食べるのはね、ちょっとね、なんかもったいないので、はい、まあ食べる勇気を持った時に食べたいなと思います。もったいないので、はい、なかなか食べるのが時間かかっちゃいますね。どっちかって言えば味という味も美味しいんですけど、まあ味よりかはこの缶が欲しいっていう人がね、買うといいんじゃないかなって、はい、思います。はい、美味しいんですけど、
味よりかは中身のお菓子よりかはこっちみたいな、はい、多分普通のチョコレートだったらもっと良かったかもしれないんですけど、まあいちごで甘々な感じの箱なんで、まあそれに普通のチョコレートだったらね、多分イメージ大事なんだと思います、この会社は。はい、ちょっとね、株式会社スイートプラザさんっていうところから、出たチョコレートです。はい、ということでね、この動画撮る頃にはね、もう多分3月になっちゃってるんで、まあ今年こういうチョコレートもらったんだなこいつはみたいな、まあそういう感じで、見ていただけたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画が、もしいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、以上りなでした。さよなら。